太鼓の達人は、ナムコにより開発され、2001年2月21日稼働を開始した音楽ゲーム。アーケード筐体は、中央のディスプレイ、その手前の太鼓を模した入力デバイス2つ、各々の,の,の太鼓の下にある、バチ袋に入っている合計4本のバチから、構成される。プレイヤーはどちらか片方の太鼓の前に立ち、バチを2本持って、ゲームを行う。 バチで叩く位置は太鼓の面と縁の二つだけでスピーカーから流れる楽曲と画面の指示に合わせてリズミカルに太鼓を叩いてプレイする。二つの太鼓と四本のバチを使うことで二人プレイも可能である。この場合は 1P が左側の太鼓でレーンが上段、2P が右側の太鼓でレーンが下段となる。家庭用では太鼓型専用コントローラーとして タタコン、タイコとバーチが販売されており、PS2 版の一部ソフトを除いて同梱版も販売された。なお、PSP、ビータ、DS、3DS 版の専用コントローラーは販売されていないが、DS、3DS 版においては、バチペンと呼ばれる DS、3DS 本体に付随しているものよりも太い、タッチペンが日本付録として付いており、それを使って遊べる。 演奏中は画面下部に踊り子と呼ばれるキャラクターがおり指示通りに叩くことで蓄積される魂ゲージが溜まると増加する通常は本作のキャラクターであるが曲によって他作品のキャラクターが出てくることもある画面の右から左へ流れてくる音符が判定枠に重なったタイミングで太鼓の面や縁を叩く判定枠にぴったり合えば量 わずかにずれていれば、か、大きくずれていれば、不可と表示される。ミスなく叩くことで、コンボとなり、コンボ数は、判定枠の左側に表示される。演奏終了時に、ゲージが、右側の黄色い部分に達していれば、クリアとなる。ゲージ増減は、達成率だけではなく、取った数も、評価対象であり、上のコースほど、厳しくなる。 連打系を除くすべての音符をノーミスで叩くことができればフルコンボ。フルコンボかつ両判定で叩くことができればドンダフルコンボとなる。また、新筐体など一部の筐体では複数人プレイで別々の難易度にすることが可能である。譜面上に流れる音符は基本的に面を叩く、ドンと縁を叩く、か、面か、縁を連打する。 レンダの3種類がある。これらの音符には大きいものがあり、AC 版では強く叩く、家庭用では両面を同時に叩く、DS のタッチパネルでの操作は特定の位置をタッチすることにより、大音符として判定される。AC 版では叩き方が弱かったり、家庭用では片面のみ叩く行為は、通常音符扱いになる。また、二人プレイの時はこれに加え、両プレイヤーが、 同時に面を強く叩く、手つなぎ音符がある。この他にも、一定時間内に指定された、回数分の面を叩く、激連打などが存在する。アーケード版の、第一作目では、簡単、普通、難しいの3種類の難易度があり、2ではこれらよりもさらに高い難易度の、どんだフルが追加された。なお、家庭用の一作目では、名称が、鬼となり、アーケード版も、 7から鬼に変更された。簡単なのみ、黄色連打のアナウンスがあるほか、11以降は一部の曲にて一人プレイ時でも二人で遊ぶことができるパパママサポートに対応している。また、AC の11及び家庭用の Wee に以降の作品では、これらの難易度とは別に裏譜面と呼ばれる本来の譜面とは別に用意された譜面がある。曲によっては、 演奏の出来など一定の要件によって譜面が分かれるする譜面分岐というシステムが導入されている8以降では1曲目でクリアに失敗しても次の曲をプレイできるチャンスがあるまた14以前の簡単では無条件で2曲目を遊べる12.5からはオプションをつけた状態でもできるようになった現在収録されている楽曲は大きく分けて 特集、ポップス、アニメ、キッズ、ボーカロイド曲、クラシック、ゲームミュージック、バラエティ、ナムコオリジナルの9つに分けられる。ただし、家庭用では一部ジャンルが存在しないために別ジャンルに移動している曲があったり、初期の作品では違うジャンル名が存在していたことがある。AC 虹色バージョンから同じ曲が複数のジャンルに属するようになった。 他社のアーケード音楽ゲームと異なり、東方プロジェクトアレンジの専用ジャンルは現在でも設けられておらず、上記の特集で代替する形になっている。初期の頃から、半剣曲中心のラインナップである。ゲームジャンルでは、ナムコ作品の曲が中心であるが、他社作品の曲も収録されている。AC 各作品新曲や新筐体版のアップデート、追加曲は、 開発日記などを通じて公表される。基本的に楽曲選択画面でアーティスト名が表記されている曲は本人音源であることもある。アレンジされていないクラシック曲には作曲者名が表記されている。例外としてアニメジャンルでは作品名が表記され本人音源であってもアーティスト名は表示されない。ナムコオリジナルについては アーティスト名が表記されていないことがほとんどだが、近年の新曲においては、アーティスト名が表記されていることも多くなってきている。また、稼働期間中に、本人音源に差し替えられるケースもあり、例えば、太鼓の達人グリーンバージョンに収録されている、ドリームズカムトゥルーのあなたと、トゥラタッタは2019年11月に、本人音源に差し替えられている。また、 タイアップでアニメソングとなっている J-POP 曲やタイアップで J-POP となっているボーカロイド曲の場合アニメやボーカロイドではなく J-POP に分類されることがある基本的に重ねがけは音色オプションのみだが新筐体版基準作品とポタブルデラックスでのみ同カテゴリー以外ならオプション同士でも可能である新筐体版では カード仕様でなければ設定できなくなったが、譜面選択時に枠が設けられ、選びやすくなっている。1990年代後半より、コナミからビートマニアやダンス天使レボリューションが発売され、アーケードゲーム業界においても音楽ゲームというジャンルが確立しつつあった。ナムコでも、そのようなゲームを作ろうという機運が高まった結果、 まずはギターを題材をしたゲームを作ろうということになった。その結果、ギターをテーマにしたアーケードゲームの企画が社内から4本出た。ナムコ社内でギター4兄弟というあだ名で呼ばれていた。この4本の企画は1999年にギタージャム。 クエスト・フォー・フェイム、ウィン・ジャマ・ラミーナウ、ミリオニヒッツとして商品化したものの、いずれも売り上げは、今一つであり、ナムコ社内の販売部署では、音楽ゲームを売ろうという気持ちが失せてしまった。そんな中、中立健らのチームは、知名度や叩くことの楽しさから話題鼓を題材とした、ゲームの企画を上層部に持ち込んだ。ギター4兄弟の失敗や、 従来の楽器シミュレーションとしては新鮮味に欠けるなどの理由から音楽ゲームの企画に対する風当たりが強い中中田寺は和太鼓の魅力や間口の広さなどから従来の音楽ゲームとは異なると主張していたロケーションテストとして試作機を置いたところ思いのほか評判が良く開発を進めることが決まった誰でも楽しく和太鼓を叩くというコンセプトで本作の 開発が始まり、その一環として、コントローラを太鼓にした。開発チームは、コントローラとなる太鼓のボリューム感を出したり、判定の用となるセンサーの精度や叩き心地に影響する太鼓の面の調整に不審した。加えて、従来のアーケードゲームでも普通に遊んでいるうちに、部品が壊れてしまうのに、バチで叩いたらさらに壊れやすくなってしまうため、誤って、 太鼓以外のところをバチで叩いても壊れないようにする工夫も凝らされた。基本的に太鼓で完結された本作の操作体系にはわずらわしさが指摘されることはあるものの本作のビジュアルアートディレクターである笹岡武人はバチを置いてボタン操作という動作はユーザーに手間を感じさせてしまう。今後どのような進化を遂げたとしても 和太鼓で完結という点にはこだわっていきたいと2013年のインタビューの中で話している。本作の画面構成やセッティングは企画の段階から製品化の間に試行錯誤を重ねた結果、大幅に変化していった。開発当初はお祭りということでふんどしを占めた人間の男性をメインキャラクターに据える予定だったが、一般受けしないだろうということで方針が変更された。 そこへ、プロジェクトと無関係のデザイナーが、太鼓聖人というキャラクターを提案し、そこからはダドン、かつの兄弟というキャラクターへと発展した。さらに、昭和の下町のような雰囲気を出すため、お祭りとも関連づける形で彼らの居候先が、東京都の工事屋に設定された。加えて、キャラクター性に深みを持たせるため、北陸の太鼓職人によって作られたといった。 裏設定が付与された。設定の考案に関わった笹岡は、家庭用作品のミニゲームやオープニングエンディングに向けて映像を作るとき、これらの背景設定があると作りやすいと、2019年の忍者マスダとのインタビューの中で話している。筐体のデザインを手掛けた矢野徹も、そういった意味では、本作のプロジェクトは、すごく心に余裕があったんだと思う。 中略本作のプロジェクトは若い子が集まって楽しく世界観を膨らませていったイメージがあります。と振り返っている。他に製品版に採用されなかった案としてはぬいぐるみの中にコントローラーを入れて叩くといったものやタイミングよく太鼓を叩くと歌詞が生成されるといったものがあった。当時の音楽ゲームはゲーム専用のオリジナル楽曲で遊ぶという傾向が あったのに対し、幅広い年代層に受け入れられるようにするため、様々なジャンルから、どの年代でも知られている楽曲が取り入れられた。シリーズ初期作品では、ヒットチャートやカラオケでのヒット曲を参考にして、曲を選んできたが、時代を経るにつれ、YouTube での再生数なども、判断材料として取り入れられた。ただし、ヒット曲だけではありきたりになるため、開発人の感性や、 先見性などから取り入れられたケースもある。シリーズの初期作品にはオンライン機能はなく、数ヶ月おきにロムを交換する必要があったことに、加え、権利者との交渉もあったため、収録曲はいつもギリギリの段階で決まっていた。最初のロケーションテストで多くの客が集まり、2回目のロケーションテストで初めて商品化に進めることとなった。 太鼓の達人という題名は社長の中村正也が命名し、大事は書道の経験のある矢野が手掛けた。また、2000年に稼働していたプライズマシン、料理の達人と合わせ、本作は達人シリーズの一つに組み込まれた。本作は様々な作品や団体とコラボレーションを重ねており、例えばバンダイから発売された PS2 用ソフト。 仮面ライダー狂気には、同作の主題歌2曲が遊べる、太鼓の達人スペシャルバージョンが同梱されたほか、龍河ごとくゴム、カナエッシャといった、他社作品においても本作がミニゲームとして収録されるケースもあった。また、マクドナルドとは3回コラボレーションを行っており、2012年には、Mac で DES というサービスを通じて、太鼓の達人、ラルコと、 タッチでバトルが配信されたことに加え、ハッピーセットの一環として、Nintendo 3DS 用ソフト、太鼓の達人チビドラゴンと、不思議なオーブの限定コンテンツが販売された2014年には、スマートフォン向けアプリ、太鼓の達人のミニゲームが、ハッピーセットの一環として発売された。また、同年、他社の音楽ゲームとの合同企画である、ゲームミュージックトライアングルと、 天下一音下祭全国一斉認定大会が行われた。このうち春に行われたゲームミュージックトライアングルは、対等のグルーブコースター、セガのマイマイグリーンプラスと合同で3社の人気作品の楽曲をリミックスし、それぞれの筐体で配信するという内容である。一方、夏に行われた全国一斉認定大会は、 全日本アミューズメント施設営業者協会、連合加盟企業の店舗にあるゲームミュージックトライアングルに参加した3機種を呼び、コナミの指と操作ソーサーフルフィルに課題曲を配信し、その演奏スコアを競う内容である。アイドルマスターシリーズとの関わりアイドルマスターシリーズとは幾度かコラボレーションを行っており、2015年には本作のシステムを用いた。 アイドルマスターマストソングスが発売されたほか、アイドルマスターシンデレラガールズには、2017年3月14日のアップデートにて、本作のシステムを元にした、どんどこパラダイスが追加されるなど、本作に関連した試作が取られた。加えて、スターライトステージでは、本作を所出とするエンジェルドリームが、本作のアイドルたちによりカバーされた。 その後、同楽曲は2017年4月26日に、太鼓の達人イエローバージョンに逆輸入された。太鼓の達人虹色バージョンの筐体。2020年5月26日に、岐阜県防署で、撮影2011年11月16日稼働。通称、新筐体版。従来より、筐体の縦幅や、太鼓の面積が小さくなり、基板が、 システム357、画面が32インチ液晶モニターに変更され、照明はすべて LED になった。選曲画面や演奏時画面のデザインも大幅に変更されている。旧筐体時代には作品名にナンバリングがついていたが、新筐体版移行後にリセットされた。2020年3月24日、稼働開始、虹色バージョンから基板が、 システム BNA1 に変わった。バナパスポートに対応した。アップデートの変更内容は、アップデート日前後に公式ブログで告知される。現在の最新バージョンは、虹色バージョン2021。バージョンは、デモ字の画面左上に表示されている。2021年7月現在905曲、収録されており、うち153曲に、裏譜面がある。 バナパスポートカードを使用してプレイすると、ドンポイントが貯まり、一定数ごとに、楽曲、衣装の得点がもらえる。最高到達点は3万 P であり、それに到達すると集計時のアイコンがドンの顔に変更される。イエローバージョンからは、ドンポイントは廃止され、ドンメダル、かつメダルが代わりに実装された。虹色バージョンからは、かつメダルは廃止された。 また、カード使用時の名前が5文字までで入力できる。また、ワンガンミッドナイト等で、すでに使用されている。バナパスポートに関しては、あらかじめランダムなひらがなの組み合わせで、名前がついている。PC、携帯電話、スマートフォン対応連動サイトである、どんだ広場が開設された。カード内のデータ閲覧や名前、どの衣装の変更などができる。登録者ランキングは、全国。 都道府県別に分類されており、最高1万人が表示される。総合成績画面がポイントの集計に変更され、腕前評価は1クレジットでの、ドンポイント獲得量によるものになった。各筐体のスコアランキング、選曲ランキング、デモプレイ時の譜面コース別順位及び新曲紹介は、廃止された。なお、各筐体のスコアランキングは、 黄緑バージョンのバージョン6.12へのアップデートで、ランキング枠3つとなって復活したものの、虹色バージョンのアップデートによって、お休みとなっている。また、コンボがつながり100コンボに達すると、コンボボーナスとして1万点を獲得できるようになり、その後も100コンボごとに、ボーナス1万点がつく。14までは、連打1つ300点だったが、100点に変更された。 しかし虹色バージョンへのアップデートによって、ボーナス1万点及び風船連打、くす玉連打の300点配点は廃止され、これらの連打は一つにつき、一律100点になった。アーケードゲーム版の旧筐体、アップライト筐体に組み込まれているモニターは、CRT で、両脇にスピーカーがマウントされている。この写真でバンドルされている作品は、太鼓の達人12ドン。 と増量版。初期作品では演奏中、和田丼、もしくは和田勝が出す、吹き出しのマンフの設定が異なり、クリアのノルマラインを超えると、マークを出していたり、一定コンボ数でミスをすると渦マークを出すようになっていた。太鼓の達人13までの筐体の修理サポートは、部品調達難に伴い、2017年10月をもって終了した。また、 太鼓の達人14の筐体の修理サポートも部品調達難に伴い2018年6月をもって終了した。システム基盤がシステム256に変更され選曲画面や演奏時画面のデザインも大幅に変更されている。また以降のこの筐体での作品は二人プレイや鬼で一曲多く設定できるようになっている。常時解禁コマンド。 10から12では、クレジット画面に曲数が表示されていれば、解禁済みで、12.5以降は常時解禁のものには、クレジット画面右下に、解禁済みマークがそれぞれ表示される。基本的な解禁方法は、クレジット画面で2台ある、左右の縁を叩いていくというものとなっている。従来の AC とは違い、こちらは、X 台目となっている。 スマートフォンアプリ版では、画面の太鼓を直接指でタッチして操作する。踊り子を見やすくするためか、半透明にすることも可能。フィーチャーフォンアプリ版現在、iApple 版、Yahoo 携帯版、iSweb 版が配信されている。その月に、ダウンロードされた曲の、難しいのスコアを送信することが可能。各機種別に、ランキング化されており、 上位100人に入ると鬼が遊べるようになる。iOS 対応機種は iPhone、iPod Touch、ゲームセンターを使用し、インターネットによる全国ランキングが利用できる。ゲーム終了時点で暫定1位になった場合、1位になった回数が追加される。Android インターネットによる全国ランキングが利用できる。PS2 の作品ではアニメ祭り以外すべて、 収録されているが、それ以外の作品では収録されていないものもある。7代目ではワクワク冒険ランドの課題にもなっている。種類は、以下の通り。3DS 版のキャラについては、本作は、対抗モチーフとしたキャラクターの和田ドインと、和田勝の兄弟に加え、様々なキャラクターが登場する。2005年4月4日より、キッズステーションにて、クレイアニメを放送。 DVD 全4巻。監督は小熊敦子。プロットの制作により、2021年11月16日から YouTube 上でアニメ配信を開始した。サウンドトラック CD はタイトルごとではなく、基本的に数年に一度のペースで発表されてきたが、2018年には8枚連続で発売された。楽曲が他のアルバムに再録されるケースもあり、 例えば、ニンテンドースウィッチ版に収録された、ザ・プーおやつカンパニーのお前豚麺は、ザ・プーのアルバム、これ何にに再録されたほか、マモルとケ井マリコのユニット、マリンベースの放課後マジシャンは、ケ井のミニアルバム、マルチタスクガールに再録されている。また、太鼓の達人ウィー調合華版と、太鼓の達人チビドラゴンと、不思議なオーブは、 BGM 集が iTunes にて配信されている。太鼓の達人レッド、ブルー2003年4月23日に日本コロンビアより太鼓の達人レッドと太鼓の達人ブルーが2枚同時に発売された。レッドはアニメソングのカバーを中心に収録されている一方、ブルーは J-POP のカバーを中心としている。これに加えてアーケード第一作で使用された。 ゴーゴーキッチンや PS2 用ソフト、太鼓の達人、叩きこんでドドンが、ドンの主題歌、虹色、夢色、太鼓色など、ナムコオリジナル曲も収録されている。太鼓の達人とびっきり。アニメスペシャル大熱唱。歌祭り、太鼓の達人とびっきり。アニメスペシャル大熱唱。歌祭りは、2005年8月24日発売に、発売された。 サウンドトラックである。収録曲のうち、響け。太鼓の達人、合体。ドンレンジャーロボ、きっともっとずっと。マジンガー Z の4曲は、歌唱担当者である、水木一郎のアルバム、ゲーマー兄貴完全攻略、水木一郎ゲームソングコレクションに再録された。太鼓の達人オリジナルサウンドトラック、サントラ2008。 太鼓の達人オリジナルサウンドトラックサントラ2008は2008年5月21日に発売されたサウンドトラックでありアーケード版太鼓の達人10と太鼓の達人11よび家庭用ソフトである太鼓の達人 DS タッチでどこどんとめっちゃ太鼓の達人 DS7 つの島の大冒険で使用された曲を中心に収録されている 太鼓の達人オリジナルサウンドトラック、ドンダフル。2011年12月21日発売。本作には、10周年記念曲、ダンバダンバディンダント、初音ミクの消失、劇場版に加え、太鼓の達人 DS ドロロン、妖怪大決戦、の主題歌である、ドロロン、ガールや、未発表曲なども収録されている。太鼓の達人オリジナルサウンドトラック、 フルコンボ。2012年3月21日に発売された本アルバムは2枚組仕様となっている。ディスク -1 の収録曲のうち、手 -20 は、ファイティングレイヤーの登場人物、加藤哲夫のテーマ曲のアレンジである。また、ディスク -2 収録曲のうち、ドミエンガスの笛吹きは、6拍子の民族音楽調の楽曲であり、 ティンホイッスルおよびローホイッスルの演奏者として、K、ウェーブスラボの郊型が参加している。太鼓の達人オリジナルサウンドトラック、卒尾め式、時空調、時空一家、東京特許許許可局局長。太鼓の達人オリジナルサウンドトラック、卒尾め式、時空調、時空一家、東京特許許,許可局局長。は、 2014年3月29日発売に発売されたミニアルバムであり、卒尾め式、時空調、時空一家、東京特許許許可局局調の3曲に加え、各楽曲を難しい譜面等に譜面向けにアレンジしたバージョン、そしてオフボーカル版が収録されている。このうち、卒尾め式は川本義則がプロデュースした。 太鼓の達人オリジナルサウンドトラック、ガールズポップマニア。太鼓の達人オリジナルサウンドトラック、ガールズポップマニアは、2014年8月13日に、クラリスレーベルより発売された、ミニアルバムである。太鼓の達人オリジナルサウンドトラックリンゴアメ2018年5月30日、発売された本アルバムには、太鼓の達人チビドラゴンと、不思議なオーブの主題歌である。 君と響くハーモニーなど、ボーカル曲が収録されている。太鼓の達人オリジナルサウンドトラック焼きとうもろこし、太鼓の達人オリジナルサウンドトラック焼きとうもろこしは2018年6月13日に、シティコネクションから発売されたアルバムであり、シリーズ第2作である。長連オブセッションなど東洋町の楽曲に加え、 ゲームミュージックトライアングルで用いられた楽曲なども収録されている。太鼓の達人オリジナルサウンドトラックたこ焼き2018年6月27日発売された本作は家庭用のストーリーモードで使用された曲やボーカロイドを用いた楽曲を中心に収録されている。このうち4曲はクレオフーが組楽曲コンテスト入賞曲である。 太鼓の達人オリジナルサウンドトラックラムネ2018年7月11日発売クールスパークリングをコンセプトに音楽ゲームなどで活躍するミュージシャンの楽曲を中心に収録されている太鼓の達人オリジナルサウンドトラックかき氷2018年7月25日発売テクノ系やインストゥルメンタルの楽曲を中心に収録されており ナムコサウンズによる、東方プロジェクトアレンジ楽曲に加え、太鼓の達人全国大会課題曲公募の受賞曲、<S デ s Adventure n o t e や、音楽ソフト、コルグガジェットの音源、蒲田のデモソングである、アステロイドが収録されている。太鼓の達人オリジナルサウンドトラックはたがし2018年8月8日、発売。ふわふわで甘々なサウンドをテーマとした本アルバムは、 太鼓の達人どこどん。ミステリーアドベンチャーのストーリーモード曲や明るく楽しい曲を中心に収録されている。本アルバムには太鼓の達人どこどん。ミステリーアドベンチャーのテーマ曲、世界はいつでもミステリーが収録されている。また、過去に発売されたマキシシングルから東京特許許許可曲曲調、プルプルシンプル、そして、 電子ドラムの達人が再録されている。太鼓の達人オリジナルサウンドトラックベビーカステラ2018年8月29日発売。ベビーカステラのように甘く柔らかなポップソングやクラシック音楽のアレンジ曲が収録されている。収録曲のうち、ダイバーはもともとトレジャーガウストガウストダイバーの主題歌を太鼓の達人向けに再構築したものである。また、 オリジナル未来は、もともと、右脳の達人総会。間違いミュージアムのリザルト曲として使用されていたもので、ある。太鼓の達人オリジナルサウンドトラック肩抜き。太鼓の達人オリジナルサウンドトラック肩抜きは、2018年9月12日に、クラリスディスクから発売された、サウンドトラックアルバムである。同レーベルから連続して発売された。 サウンドトラックシリーズの最終作である本作にはワクワクするような楽曲や実験的な楽曲を中心に収録されている。太鼓の達人の登場人物一覧た作品へのゲスト出演を参照本作はロケーションテストの段階から評判が良く開発チームの予想に反し、ロケーションテストでは和太鼓に馴染みのないはずの小さな子供たちにも人気があった。 2001年に正式稼働して以来家庭用ゲーム機やスマートフォンなど様々なプラットフォームで人気を博してきた2019年5月家庭用向けシリーズ販売本数が1000万本を突破した開発チームはインタビューの中でロングヒットの理由についてそれぞれ間口の広さ 変えるところと変えないところのコントロール、リプレイ性のあるシステムと、一曲一曲の調整、見た目の明確さと健全さを上げている。また、2018年から AC 版のプロデューサーに就任した、木水勝則は、忍者マスダとのインタビューの中で様々な相手とのコラボレーションを通じて客層が広がったと述べており、ユームとのコラボイベント後に普段とは異なる客が、 ゲームセンターでプレイしてくれた点について触れ、これからも新しい年代のユーザーに興味を持ってもらえる、コラボレーションをすることが重要だとしている。本作のファンたちは、本作の公式ウェブサイト、ドンダーページにちなんで、ドンダと呼ばれるようになった。新型コロナウイルスの流行が続く2020年代も、安定した売り上げを維持しているとオリコンは報じており、時代や、 環境の変化にとらわれず、アーケードゲームとしての強みを確実に打ち出していると、している。本作のビジュアルアートディレクターである、笹岡武人は、その理由について、スマホなどで手軽にゲームが楽しめるようにはなったのですが、実際にバチを持って、大きな太鼓を叩く体験は、ゲームセンター以外にはできないですよね。中略そこに独自性があるので、 自世に左右されずに求められ続けているんだと思うんですとオリコンとのインタビューの中で考察を述べている。その一方でアーケード版の筐体の部品を盗む者もおり逮捕者も出ている。ありがとうございます。